ちょっとワンフレーズでいいのでください。はい、お願いします。強くなれる。でもそもそもですけど、はい、初めから歌手になりたいと思ったんですか？うん、あの歌手になるか、あってか増田聖子ちゃんが大好きで、このところから女子プロレスホイコソクラッシュギャルズが好きで、だから聞いたことある、千草さん好きでプロレスになるか、はい、タクシーの運転手もやってみたいなみたいなのがあって、だから歌手に憧れてました。でプロレスはもう小学生の頃にプロレスごっこして、頭を思いっきりなんか教室のあたりにつけて痛いから、これはもうやっぱり無理と思って。あと何でしたっけ、俺が知ってるレベルだと何でしたっけ、西武ライオンズの何かやってたじゃん。ああ、デビュー前に西武ライオンズ TBS の、 あのレポーター、西武ライオンズの、なるほど、はい、あのお姉さんと2年間ぐらい。そうなんです、ね、これはもう歌手になる前の、うん、私的に言うとアルバイトじゃないですか、いろんなあのモデルの仕事とかテレビの仕事とかやらせてもらって、デビューのきっかけ。でもそもそもなんで そういうことをやるって、あ、事務所にいきなりスカウトされたとか、あの、ね、一番最初はあの、はい、読者モデルって、ティーンズ雑誌の学校行くときにそのアルバイトでやりませんかみたいなので、はい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 、で何回かその気に入ってもらってやってるうちに事務所紹介 しようかみたいなので、入るみたいな、その雑誌の表紙の子に紹介してもらって、で、あの事務所のオーディションというか行った時に、何になりたいのって聞かれて、言ったらなれるんだと思って、歌手になりたいですって言ったら、その当時ちょうどモデルさんから歌手になるのがすごく多かった、流行ってたんですよ、あのザードさんの影響で。なるほど。でもう次の日からもうあのオーディションに行かせてもらって、全部通るんですけど、最後まで行くのにデビュー決まらなくて、そんなんだ。でそれこそソニーの預かりで、じゃあこの子デビューさせようみたいのでレッスンさせてもらったり、はいはい、それこそ当時まだギリギリ、その時はまだ聖子ちゃんがいて、聖子ちゃんのディナーショー見せてもらったりとか、はいろいろ、はい、してたんですけど、デビュー2、3年あいとにレッスン受けてたけどデビューできなくて、じゃあ他も受けてくださいって言ったのが、その機動戦艦なでしこっていう主題歌だったりとか、あと当時小室ギャルソンっていうテレビがオーディションがあなかったね、うん、それの第1回目の優勝で。あ、そうなんだ。だからいきなり他も受けてくださいって言ったら、他でなでしこが出たらオリコン9位になっちゃって、あれってなって、大人たちがみんな、あれ松田の意味、あ、なるほど、やっぱりうちでみんな都合がいいからね。一応その時のソニーのお偉いさんっていう私の担当だったみんなが、はい、ワーナーのイーストレストっていうところ の、うん、あの社長さんになって、でそこからアーティストデビューとか、まあ、なでしこの後に CD も出させてもらってしてたんですけど、まあなかなか大変、こううまく、はい、そのアニメソングとまた J-POP とかって違ったりした時代なんです、あの当時は。なるほど。なんていうのかな、 J-POP で出るとあのおしゃれ番組にも出れるんですけど、アニメソングだと出してもらえるとか、はい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 、私 MTV の VJ で司会もやってたんですけど、あ、そうなんだ。 J-POP は MV 流してくれるけど、あのアニメソングはとかっていう、今と違う、今はほらね、鬼滅の刃じゃないですか、みんなアニメシンガー、そのシンガーになりたいっていう、レコード大賞取るんだろうね、そういう有名な人になってるけど、ね、そういう時代でもあったね。ということで、ちょっとですね、松田さんです。せっかくなんで、あの、アカペラでしょ？そう、ちょっと素敵な歌声をお願いしたいと。もう、大谷さん面白いのが、私、鬼滅の刃、なんでも関係ないけど、鬼滅の刃のあのオープニングがちょっと、僕が好きだからちょっと歌ってくれ。セイントセイヤじゃないの？いや、セイントセイヤもちろん。でも、俺、あの、顔ね、うん、あの、車先生にも一応あの伝えたんだけど、うん、俺は鬼滅の刃はもうあのセイントセイヤの、 あの後藤家小夜春版のセイントセイヤだと思ってるので、だって前も言ったけど、だって完全にさ12気づきとかさ12神じゃん、うん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 、
うん、ゴールドセイントじゃんあれ、うん、であのなんだっけ根豆子を背負ってるあれはクロスボックスじゃん完全に、はい、あれブラジルとかで背負ってる子いるんですよ。でしょ、かわいくて私も背負わせてって感動するんじゃないですけど、あれはもうちょっとこうあの後藤家小春版のセイントセイヤが鬼滅の刃だと僕は思ってるので、ね、そうですよね。そうそうだよ。だからもうリサさんが歌ってるメレンゲはだから地球儀みたいなもんだよ。ずいぶんとこじつけだけどね。だけどだからちょっとぜひちょっと、はい、ちなみに私 YouTube の、 あのとかビリビリ動画で、もともとは中国のビリビリ動画の方さんの方であの劇場版のホムラをカバーしてくださいってお話があって歌ってアップして、あそうなんですね。でテレビの方は私あんまし、まあ知らないんですけど、はいはいはい、最初のオープニングとかね、そう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 、グレンゲ、そうそうグレンゲグレンゲ、え、でもさこの間なんかちらっと言ったじゃないですか、そのホムラはさ、うん、え、何地球儀だから託すもね、似てる似てるっていうか、なんかなんかそんなことようなニュアンスのこと言ってたじゃないですか、何でしたっけ、え、いやホムラがなんかセイントセイヤのなんかっぽいねみたいなこと言ってませんでした、言ってないか、ごめんなさい。あでも私本当に思うんですけど、はい、こういう作品ってあの劇場版見ましたけど鬼滅の刃も、はい、やっぱりこう友とか、はいはい、やっぱり日本ならではのこの文化のなんか家族愛じゃないですけど、はい、自己犠牲しながら、まあ、なんていうのかな、戦うために前未来を切り開いていくために進んでいけっていう、僕はここで戦うけど、はいはいはい、あの本当君は前に行ってねっていうような作品は本当にセイントセイヤでもすごくそれ感じることだし、うん、うん、いや分かります、次につなげていくっていう、うん、いやだからそう、はい、作品を私がついあの書くときもなんかそれを持って書きますね、歌も、そうだよね、うん、まあでもジャンプ作品なんでやっぱり友情努力勝利がちゃんとこうつながってるじゃないですか、うん、うん、そうですね、そこは非常に思いますね、うん、ぜひグレンゲ、ホムラ、うん、ちょっとワンフレーズでいいのでください、はい、お願いします、強くなれる理由を知った僕を連れて進め、おー合ってる合ってる合ってる全然合ってる、すげーかっこいいな、やっぱり当たり前だよ、うん、すっげー、今度なんかライブやりたいですね、うん、やってほしい、25周年だから30周年の時にちょっと歌った方がいいよ、え、今のですか、うん、私のじゃないけど、私のじゃなくてもいいよくない、多分だってまさかの、ね、まさかの選択だから多分ファンも喜ぶと思うけどありがとうございます、はい、ありがとうございます、セイントセイヤの地球儀もぜひ聴いてください、はい、地球儀もちょっとワンフレーズもらっていいですか、これね、海外でもいきなりテレビとかで、はい、じゃあ歌ってくださいって言うのはっきり言うと簡単じゃないんですよ、アカペラはすいません、涙より